こんにちは。時計、メガネ、アクセサリーリコードでございます。今回は。お客様よりですね。あのバレンタインデーのあのチョコレートをいただきました。もうそのことについて、ちょっとあのお話し,したいと思います。まあ、バレンタインデーって明日ですよね？明日がバレンタインデーでちょっと一口チョコレートなんですが、ね、お客様なんかこうやって持ってきていただきまして、非常にあの感謝申し上げます。 非常にいつもね、金かけていただきましてですね。いろんなことで、あの、まあ、あの、アドバイス、一応ね、いただいたりも、それもしております。まあ、こういうことでございますので、あの、本当に感謝を申し上げます。まあ、今日もですね、実は、あの、これからちょっと、これはね、なんか抹茶のチョコレートですね。こういう感じでございます。非常に、あの、可愛らしい。上がホワイトチョコレートに、下に普通のチョコレートがある。中にちょっと抹茶の味が入っているのかなと思うんですけどね。 まあ、今日も天気非常にですね、暖かくてですね、あのー、まあ、明日ぐらいまで、こう、暖かい日続くと思うんですが、またあのー、今度月曜日以降、ちょっと天気がまた崩れるんじゃないかという、あの、予報になっております。まあ、いずれにしましてもね、まだまだこの、ね、新型コロナウイルスの感染も、あのー、まあ、収束っていうか、ね、これから、あの、例えばワクチンの接種とかあるかもしれませんけど、まあ、ちょっとね、まだまだこう、まあ日、日数的に、こう、まだブランクあるんで、 いずれにしても、あの、健康管理にね、気をつけて、あの、頑張っていきたいと思いますので、本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。